今日はですね、現在進行形の都市伝説の話をしようかなと思っておりまして、はい、まあ、もしかしたら、まあ、この見てる皆さんも参加できるような話になるかもしれない、うん、面白そうですね。はい、でまあ、ちょっと話はですね、はい、去年の12月頃にですね、うん、僕 の, LINE の方にある、はい、まあ、メールが届いたんですよ、うん、でそれが友達からで、こんなの見つけたんだけど、うん、何か知ってるって送られてきたんですよ、はい、でその写真っていうのが、うん、あ、こちらの写真ですか。え、自動販売機ですよね。そうですね、その側面に何か、はい、チラシの上に文字書いてありますよ、はい、そうなんですよ、ゆきえさん戻ってきてっていう、まあ、チラシが貼ってあるんですよ。これ手書きですよね。そうなんですよ、手書きで。で僕これ送られてきた時に、うん、情報少なくねって思ったんですよそのやってほしいことは分かるけど、うん、もっといろいろ書かないと戻ってこないんじゃないって思ったんですよ。あ、最初そのチラシを書いた方に向けてですね、はいはい、って思ったんですよ、はい、で、まあ、それ見せられた時は何か分かんなかったんで、うん、いや分かんないねと言ったんですね、うん、そしたらまた僕の友人がですね、はい、また見つけたって言ったんですよ、うん、でまた送られてきたのがこれで、あ、え、これさっきと違う自動販売機ですよね。そうなんですよ。何がすごいって、その近くに貼ってあるポスターはさっきと一緒っていう、そうなんです、男性募集、なぜか卑猥なポスターの近くに貼られてるっていう感じなんですけども、ワンセットになってる感じ、はい、でまた同じゆきえさん戻ってきて、そうなんですよ、はい、これまあ、これだけの情報ってなんだかよくわかんないですけど、うん、ちょっと気持ち悪いなとは思ったんですよ、ええ、でそして投稿してるうちにいろいろ調べてみたら、はい、これめちゃくちゃ貼ってあるんですよ。え、これ以外にも貼ってあるってこと？はい、これ池袋の駅周辺に山ほど貼ってあって、ええ、で僕もだからその池袋の方に行くとまた違うやつ、また出てくるっていう、今度は女性大募集してますよ下で。そうなんです、はい、そうなんです、ゆきえさん戻ってきて。あ、でもこれちょっとなんか情報増えてません？こっちさすが、そうなんですよね。え、ゆきえさん戻ってきての横のところに、はい、2020年1月っていうのが足されてるんですよ。これ本当最近の話なんですね。そうなんですよ、うん、だから去年の、終わりから始まって、うん、今年に入ってもまだやってるんですよこれ、うん、要は現在進行形で続いてるんですよ、でなぜこれが池袋の駅の周辺に貼られてるのかっていうのに僕は気になってしょうがなくなってきたんで、はい、もうもちろん現場に行っていろいろ探したんですよ、うん、でまあ、結局ヒントがほとんどない状態だったんですけれども、一応念のためマップ作ったんですよ。あ、マップ、はい、これは、あ、池袋周辺の地図ですよね。そうなんですよ、はい、あ、こんなにあるんですか。1,2,3,4,5 5箇所、これは5箇所なんですけど、剥がされてるのもあって実際はもっとあるんですよ。へー、池袋周辺にこんなに貼ってるのって何なんだろうと思ったんですよね、うん、でついこの間なんですけど、はい、僕が新宿生まれて新宿でこう基本的に遊んでるんですよ。歌舞伎町生まれですもんね、はい、そうなんですよ、はい、まさに歌舞伎町をチャリンコでバーって通ってた時にパッて視界に入ったんですよ、うん、それがさっきのゆきえさんだったんですよ、はい、どうですか、ゆきえさんだった、ゆきえさんのチラシがパッて目に入ったんですよ。あ、また同じのが新宿歌舞伎町にも貼ってあったってこと、はい、そうなんですよ。で、やっぱりちょっと近くに行って見てみると、あ、これお顔、岸本さんが自撮りをされてるってやつ で、 そうなんです。これ場所は新宿歌舞伎町なんですか。そうなんです、新宿なんですよ、ここ。だから池袋から新宿に来てるっていうのが分かったんですよ、うん、で、じゃあ新宿もいっぱいあるのかなって思って、うん、僕どんどん探してったんですよ。何この話。そしたら、はい、やっぱり新宿にもいっぱいあるんですよ。これ新宿です。でこっちもやっぱり2020年1月っていうのが入ってきてますよね。そうなんですよ、うん、でこれ要はですね、2019年の時は池袋でバーって繁殖していて、うん、でそれが2020年をまたいで新宿で増殖してるっていう感じなんですよ、うん、なんだこれはと。
何これ。でやっぱ僕もすごいどんどん気になって、はい、結局その新宿の方もあのマップ作ったんですよ。あ、え、また数多いですね。そうなんですよ、新宿もかなり広範囲にあって、でこれ見ると東口にも西口にもあるし、歌舞伎町にもありますし、やっぱり東口、その歌舞伎町あたりが多いって感じなんですかね、はい、そうなんですよ。で歌舞伎町がまあやっぱり一番多かったんですけど、はい、でこれまあそのマップをちょっと全体で見た時に、ええ、結構まあ広く見ると、うん、池袋駅周辺から新宿駅周辺に来てると。でこれなんか意味あんのかなと、うん、山手線でこうもろ一駅来てるだけの感じもあるというか。でも途中のほら新大久保だとかね、まあまあそうですね、駅は飛んでますよね。全部飛んでるんですけど、池袋から新宿飛んで、うん、まあ、だこの沿線で来てんのかな、山手線沿線で来てんのかなとか、うん、いろいろその予測してったんですよ、うんうんうん、でどんどんこれ探していくうちになんとなくなんですけど、これを貼った人の傾向がちょっとつかめてきて、はい、歩いていくとこの辺に貼りそうだなとか、この辺にはないなっていうのがなんか感覚で分かってくるんですよ。アンフェアのその雪平みたいな自分でゲームで足を運んで犯罪者の気持ちになってみたいな気分になってきて、すげーいいように言いますねプロファイリング、篠原涼子さんですよね。そうだ、篠原涼子さん、はい、だからプロファイリングしながら歩いてるとなんとなくつかめてきたんですよ、うん、である共通点があるなってことに気づいたんですよ、はい、これ貼ってある場所っていうのが、うん、全部まあ、いわゆる夜のお仕事、風俗街の近くに貼ってあるなっていうのが分かったんですよ。確かにそうですね。で、その足取りというか、うん、まあ、風俗系の店に向かうような感じで貼られてるようにも取れるんですよ、道をたどっていくと、うん、はいはい、これはおそらく夜のお仕事関係の女性だっていうのが僕の中でちょっと予想が立ってきたんですよね、はい、そうなったら僕やっぱりあの夜のお仕事との太いパイプが結構ありますんで、その歌舞伎町とかあのその近辺の風俗で働いてる人とか、うん、あの経営してる方が友達いるんで、その人たちにちょっとその協力を仰いで探してみようと思ったんですよ。でまずヒントって雪絵しかないじゃないですか。そうです、名前ですね。あとあの漢字ね、まあ、雪絵っていう絵もね、あのこう栄えるというので、はい、なんかあんまり雪絵にしてもあの字はちょっと珍しい感じはしますけど、ね、だから上なのか下なのかもよくわかんないですよ。名字で雪絵なんとかもありそうだし、何々雪絵もありそうだし、もっと言うと雪よしっていう男の名前も考えられますよね。そうなんですよ。で、まあ、いろいろこれ雪絵で風俗関係で洗ってみようって思ったんですよ、はい、したら池袋の店だけで700件あったんですよ。え、どういうことですか？700件の店舗が、風俗店があって、あ、そんなあるんですね。一個一個雪絵調べてたら、俺もう老いて死ぬなと思って無理だと思って、2軒目ぐらいでもう根を上げて、あ、これはもう無理、この方法は絶対無理っていうことで、もっといろいろ考えたんですよ、うんうん、そしたらヒントは、はい、あの日付にあるなと思って、あ、2020年1月、はい、うん、で、っていうのもその風俗場の人とかって結構移籍が激しいんですよ。でものすごいファンの人とかっていうのはそれを追ってあのその店に行くとかっていうことがあるんですけど、うん、ちょっと嫌われてるお客さんとかにそれを伝えずに移籍したりとかっていうことがよくあるんですよ。なんで僕そのコネをフル活用して去年の年末あたりから店を辞めて、で、新宿の店に移籍した人はいないかっていうのを聞いたんですよ、うん、そしたらそれも結構いっぱいいたんですけど、人気上っていうので絞ったら3人ぐらいになったんですよ。でその3人の移籍理由を聞いたら、うん、3人とも男性 NG 客って言われる、うんうん、いわゆる女性にものすごい嫌がれるストーカー気質みたいな人が、まあ、理由でみんな移籍してるんですよ、うん、そう考えるとちょっと辻褄合ってくるなと思ったんですよ。そうですね、見えてきましたね、はい、で僕だからそれを元にその3人が移籍した店とかを調べてって、でその男性書いている人に出会えないかなって調査してるんですけど、うん、でこれあのついに
最近3月またいだじゃないですか、はい、僕ずっと待ってたんですよ、3月捕まえてやろうと思って。月刊誌じゃないんだよ街のとこ読者じゃないんだよ池袋新宿って来て次渋谷だろうと思ってた。ああ順番で言ったらそうですよね、はい、うん、で風俗嬢の方も移籍するときに多いのが池袋、新宿、渋谷が多いんですよ。あ、下ってくるんですか。はい、そのあたりに移籍するって近くのところが多いんですけど、うん、だからこれ渋谷で待ってたら来るんじゃねえかと思って待ってたんです、はい、かなりあの長いスパンで待ってたんですけど、うん、ついに、え、来た3月更新されたんですよ。ちょっとごめんなさい、なんかちょっとごめんなさい、なんでかわかんないけどなんか泣きそうなんですけど、なんか要はフルネームが今度書かれて、ゆきえさんまた一緒に暮らそうってなってるんですよ。はい、文言が増えてるんですよ。で2020年3月、そうなんですよ。でこれが最新の情報なんですけど、これ場所は、これは池袋なんですよ。また戻ったんですね。そうなんですよ。だから僕フェイクかけられて、あ渋谷で一日過ごしてたバカな日があるんですよ。そのフェイクかけられたっていう、まあ、勝手なこっちの思い込みですからまさか戻ると思わないじゃないですか。一回また上行くんかいみたいなことです。そうなんですよ。だから今現状でヒントがさらに増えた状態で、なぜか一旦池袋に戻ってるんですよ。でもこれを見ると、だからもしかしたらお客さんでもあるかもしれないけど、はい、また一緒に暮らそうということは、まあ、同棲をしていた、そうなんですよ、カップル。ただこれも風俗業界で結構ある話で、お客さんと不都客と呼ばれる方と一緒にカップルになることって結構あるんですよ。で大抵まあ一緒に同棲というか、まあ女王の方に転がり込んでくるみたいな形が多いんですよ、うんうん、だから僕の線もまだ全然捨てきれないというか、風俗業界とか夜のお仕事関係の場所にまた貼ってあったんですよ。だからもしかしたらですよ、池袋で働いてて新宿に移籍してさらに池袋に戻ってたら、うん、その子が確定だなと思ってるんですよ。あー、そうか。なんで今それを僕調査中でして。